はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第96回でございます。で、今ね、ちょっと不思議な環境でやってますけど、今回、今ね、ツイキャス見てくれてる方は、タイトル見れないんですけど、生ダラダラジオって書いてあって、今日7月15日の、今夜の10時半からですね、緊急で撮影をしてます。で、初めてツイキャスで生配信しながら、ダラダラジオの収録をしてると。いった形です。で、まあ、久々に日曜日以外にねアップをしてるんですけど、今日が以前から言ってたねダラダラジオ初めて、初めてのね講演会をさせてもらいました。新潟県の三和中学校に行かせてもらってね、で、まあ、人生で初めての経験だったから、しかも自分の夢だったし目標だったからね、で、それが叶ったので、おそらくその気持ちをその日のうちに絶対言葉に残しておいた方がいいだろうと思って、前から思ってたんだけど、さ、本当は、まあ、その3日後とか、まあ、その翌日とかに普通に収録してもいいかなと思ったけど、おそらくこうね、一晩寝てしまって感じる感情よりもその日の、ね、うちにいろいろ思い出すこともできるから、でちょっと言葉に残そうと思って、本気でダラダラすると思うんですけど、だから今回のテーマは初の講演会を終えた今の気持ちというテーマで喋らせてもらいます。で、まず終わった後に、なんだっけ、ツイッターでね、かなりの生徒さん、三話中の生徒さんと、あとは卒業生の方だねからめっちゃ優しいコメントをいただいて、本当にありがとうございました。で、それと実は今回、まあ、講演会終わってね、正直なところ自分の講演会、まあ、今回のビデオ撮ってもらって自分の手元に今データあるんですけど、まだ見れてないっす。いろいろ恥ずかしくって。でも終えてみて得点をつけるんであれば、まあ、60点ぐらいっす。自分では。ただ良かったなと思うのが、本当にいい生徒さんでね、で先生も本当にいい先生、これは校長先生も教頭先生も、であと今回ね、特に一番に動いてくださって、ちょっと実名は出せないですけど、先生も、であとは保健室の先生もね、なんか今回いっぱい話させてもらって、今回関わった全ての先生が本当にもうお世辞抜きで本当にいい先生で、3年生のね 3年生の1組かで給食も食べさせてもらいましたけど、もうね今回今あんまり多くのことは喋れなかったですけど、いい生徒ばっかだよね、ほんと。なんていうのかな、今まあ自分がね、美奈ちゃんを育ててる身、息子がいる身だからさ、あ、この中学だったら通わせたいよなって本気で思ったもんね、先生と生徒と話してて。で、まあ、さっき言ったように自分の講演会自体は60点ぐらいかな。これは例えば話の仕方とか話すペースとか、もう自分で分かってた、喋りながら早口になってるなとか、でうまく修正できなかったりとかもしたし、言いたいなと思って準備してたことの全部は言えてないしね、そう、ああ言い忘れたとかたくさんあるからさ、そう、なので、で実は今、その今ツイキャスでも撮影してるんですけど、コメントが実はね出てて、コメントは返さないって言ってるんであれなんですけど、多分今ちょうど見てる時にね、今日3話中の子がコメントをくれてて、名前出せないですけど、ありがとうございます本当に。本当素敵な生徒、お世辞抜きでね、また行きたいですね。実はまた行ける機会があるかもしれないんですけど行きたいなと思う。で、時間もね、メインは5時間目、給食の後の時間に、全校生徒、そして参加していただいた保護者の方の前で、まあ、PTA 総会の、ね、前で、まあ、PTA 講演会かってことで喋らせてもらったんですけど、で、その前に4時間目に何て言うんだろうな、3年生だけ体育館に集まってこうリハーサルじゃないですけど、ちょっとそういうのやるっていう話だった。で、そこで実は俺が来るって話は若知らなくって、ちょっとしたサプライズみたいな感じになったんですよね。そうで、そのサプライズも正直サプライズしてもそんなにテンション上がらないという思ってて、自分は、みんながね、だけどそう入った瞬間にめっちゃいいリアクションを取ってくれて、本当幸せですよね、そういうふうに思ってくれて。で、
1年生2年生も廊下ですれ違った子とかがリアクション取ってくれたりとか、ね、すごい元気よく挨拶してくれたりとか、いろいろ話しかけてくれたり、パのゲームの話でね、話しかけてくれたりとか。そうで、やっぱり塾講師をやってた身で学校の先生はやったことがないから、教育実習しかないからさ、学校は。だからああいったところで生徒の中に入って、まあ、生徒と同じ目線ってわけにはいかないだろうけど、でもそういったことをそこで過ごすっていう経験が本当に貴重な体験になった。ね、であとはその今日帰りに先生がね、急いで感想をコピーしてくれて、保護者の方と1年生の一部の子、そう、だから2年生3年生の感想はね見れてないんですけど、でもその講演会してる間にいっぱいメモを取ってくれてて、そう、それがねすごいこう一生懸命書いてくれてるんだよ。もうなんかそれを見た時にやってよかったのかなって思ったね。本当に自分の話なんて本当にまだまだ伝わりにくい喋り方をしてるし、もう反省しかないんだよね今日のって。そう、でもきっと講演会を終えてみて、は超ダメでしたとかダメダメでしたっていうのは今日聞いてくれた方に失礼じゃん。だからそんなことは思わないけれど、60点ぐらい、もっともっと上手くなれる、きっと練習して話し方とかさ、話の振り方とかもそうなんだけど、でもすごい暑いあの体育館の中で約60分の間、3年生は前の時間もあるから全部100分ぐらいだよね、の間しっかり話を聞いてくれた生徒のみんなに本当に感謝の気持ちしかないです。だからこれ終わってみてどう感じるのかなってすっごい思ってたんだよ、講演会やる前に。俺がね、俺自身がどう思うのかなって。で、実際正直なところまたやりたいっす、講演会すごい楽しかった。で、できれば今日みたいに講演会だけじゃなくって、その生徒とその中でなんかいろんな話をしたりね、その講演会に来た人と生徒だけじゃなくって、中に入ってなんかいろんな雑談とかができたらもっと楽しいかなと思います。はい。で、今回そこね、ツイキャス聞いてくださる方はちょっと見えないんですけど、今、ダラダラジオのそのトップ画の右下に、今日のね、あれです、缶バッジを作ってもらって、ツイッターであげましたけど、そう、作ってもらって、ちょっと3年生にしかね、配れなかったんですが、自分もちょっと一部いただいて、今日持って帰ってきたんですけど、その、答えがないから面白いっていう、それデザインも全部自分がさせてもらったんですね。その絵とか全部描いて、それを作ってもらったんですけど。で、それも含めて今日話した内容、いろんな話をねさせてもらったので、その内容が何かしら子供たち、まあ、生徒のみんなの何かしらに引っかかって、でこれから先の人生歩む中での何かしらのプラスになってくれたらなと思いますね。本当にもう俺はもうめちゃくちゃなんだろう、エネルギーをもらって帰ってきたから、先生にも生徒のみんなにもね。だから恩返しじゃないですけど、自分が喋ったことが何かしらつながればなと心から思っております。はい。でもとにかく緊張した 本当に俺多分こんなに緊張したの久々だよね。俺勉強サプリの撮影より緊張したもん今日。で結局これ裏話なんですけど、まあ、前日ね、ちょっとみんなちょっと寝かしつけ中に寝ちゃったってのもあったけど、結局睡眠時間全部で3時間半ぐらいしか寝れなくって、準備とかもしてたから。で、まあ、ここ数日そんな日々が続いてたんですけど、で、今日も朝から、前日そうでもなかったけど、朝からド緊張で、で、新幹線乗るんで、自分のね、駅、新幹線乗るとこの駅に、ちょっと早めに行って、蕎麦を食べようと。朝ごはん食べてなかったから。で、蕎麦を頼んだんですよ。そしたら、俺基本的に物を残さないんですけど、もう半分以上食えなくって、口に入れるんだけど受け付けないの、飲み込めないっていう。で悩んだ末に店員さんに謝りながら残してきたんだけど、であとさっき言ったように給食今日いただいてね、新潟ですよ、もう米どころですよね もうすげえ楽しみに行ったのに、で美味しかったの、実際給食すごい美味しくって、全部でも食べきれなかった、喉全く通らなくてびっくりしたよね今日。だから本当は、その、生徒のみんながね、しっかり食べてるのに、その部外者の自分が、
ね、給食を一緒に食べさせてもらって残すってなんやねんって思ったんだけど、無理だった。そう。だから次回もしね、そういう日がいつかあったら、そこはリベンジだね。本当に失礼だったなと思う、本当そこに関しては。でもね、まあさっきも言いましたけど、先生、まあね、諸先生方で、保護者の皆さんもすごい温かくね、見守っていただきましたし、あとはね、生徒会長の子だったりとかね、あとはそのいっぱい話をさせてもらった、お名前をねちょっと言えないですけど、名前その辺も全部覚えてるんですけど今で、その子たちもそうだし、でちょっとねこう緊張してあまり話せなかった子も踏まえてですけど、いろんな子の表情がそこで見れて、自分にとっては本当に幸せな時間でした。はい。で一層頑張んなきゃなって思った講演会だったね。絶対に心折れちゃいけねえなっていう、この先こうやって実際ね、自分の動画を使ってくれて、で、まあ、成績上がった、まあ、それは分からない、それ役に立つかは分からないけど、使ってくれてる子がいるんだって、で実際分からないから、普段は YouTube 上でコメントをもらうっていう形だからさ、それは分からないんだけど、でも実際目の前に使ってくれてる子がいて、分かりやすいっすとか、なんとか上がったんすよみたいな話もしてくれたりとか、本当にありがたい時間でした。はい。おかしいな。なんかいろいろもっと喋りたいことあったんですけど。はい。ひとまず。あんまりちょっと長くなっちゃうんでね。あと、深夜の撮影なんで、ちょっとテンション低めで申し訳なかったんですが、この後、普段のツイキャスもするんですけど、ツイキャスしながらちょっと動画をアップする作業をしますので、まあそんな感じで今回の感想は終えたいと思います。で、最後に、まあ、校長先生、教頭先生はじめ、あとはね、一番動いてくださった先生、あと諸先生方、本当にありがとうございました。このような機会作っていただいて、正直、YouTuber っていう立場なので、先生、教育に携わってる方の中では、先生にお話ししましたけど、すごい二極化します。受け入れてくれる方もいらっしゃれば、ものすごい拒絶反応を起こす先生もいらっしゃるので、実際、たくさんそういう方にもコメントいただいているので、ですが、温かく受け入れてくださって、このような場をね、作っていただき、本当にありがとうございました。で、あとは、暑い中、本当にね、暑い中、まあ、一番汗をかいてたのは俺だったけど、暑い中ね、こう、しっかり聞いてくれて、きっと眠かったと思うんだよ。ね、ずっと話してたし、もうちょっとね、緩急つけて話をすればよかったんだけど、自分がまだまだね、ちょっと眠くさせちゃうような話し方をしてしまったので、でもそんな中、必死でメモを取って、何かを吸収して帰ろうって、ね、いう風に聞いてくださった生徒のみんな、本当にありがとうございました。で、あとは暑い中ね、足を運んでいただいて話を聞いてくださった保護者の皆さんも本当にありがとうございました。この経験に生かしてね、もっといい講演会をできるように、そしてもっと多くの子どもたちにいい影響を与えれるように、これからも頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。では、今回はハイチの初めてのね、生ダラダラジオ第96回、テーマ、初の講演会を終えた今の気持ちという感じで話させてもらいました。今回もね、ここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。で、今週の、日曜日、通常のね、97回は前から告知しているように、夏休みの勉強の仕方とか、まあ、今日ね、講演会で話したこととだいぶ被るんですけど、夏休みの過ごし方とかの、まあ、勉強についての話をね、ちょっとしていきますので、もしよかったらそっちの方も聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。